後藤さんの母親は悲痛な思いを語りました。残念ではございますが、賢治は旅立ってしまいました。あまりにも無念の死を前に言葉が見つかりません。戦争と貧困から子どもたちの命を救いたいとの賢治の意志を私たちが引き続いていくことを切に願っておりまして。